織田さん西福寺は創建400年を超える禅寺です寺には創建より前の鎌倉時代に作られた満徳尊という観音像が祀られています長年地域の人々に親しまれている寺です住職の吉岡聖雄さんは寺を整理したところ巻物の形をした古文書を見つけました 巻物には寺の観音、満徳村にまつわる言い伝え、観音演技が書かれていることがわかりました。観音演技を広く伝えようと団家が協力し、古文書の文章を刻んだ石碑を混流することになりました。石碑の混流が計画されてからおよそ3年がたったこの日、混流の法要が営まれました。あの馬小屋があの無事だったという話 夢に観音様が出てきて、えー、お灸ですね、それを教えて病気が治ったという話、もう一つはあの火事が収まったという、あのその3つのつ話でございます。激しい風が吹き荒れ、地域の人が観音に祈ったところ、馬小屋が無事だったという話が古文書に書かれています。 私はここ三回回るんだよっていうのだけ聞いたんですねで馬も多分回ったんじゃないかなって思ったんです。この地域には馬を連れて観音像の周囲を回って祈る習わしがあったそうです馬にまつわる寺ということで今回の法要に合わせて馬の供養を行いました競走馬の育成場で安楽死した馬のたてがみが納められましたその馬というのが 骨折をしたり、あの病気になったらすぐ安楽死させてしまうそうなんですね。で、その安楽死させてしまった。馬がかわいそうで、そのたてをあの馬頭観音様に奉納されてるという話を聞きまして、何かこう機会があった時に、あの馬のたてをあの供養させていただきます。というお約束をしてで、あの今日に。 いたっっわけででございますおおさん呼ん呼とかおないです,いですねやっぱり一般のその乗馬クラブとか施設ではちょっとそういったことはと今の現状は無理なのかなっていうのがいやもうなんかうちの今たてがみを持ってきた馬のお葬式をやってるみたいな感じになってちょっとすごく嬉しかったです。 石碑に刻まれた寺の言い伝えは、長年、寺が人々の心を支えてきた証です。